しかしてこんなのが地面の中にたくさん？考えたくないからやめて！何が足元にびっしり詰まってるのです。だから想像させないで！いいとこ見せようぜ。これで決めるぜ。眠ってろ。バトルだったな。何してる？死にたいのか？
に合わないか。なんだ。だがこれなら。ぼさっとするな。この時間は奴らの時間だ。次々来るぞ。マジで。戻るぞ。はい。戻るのです。今日は月が綺麗だな。しかし噂の丘からの大人が砂漠の越え方も知らないとはな。やっぱ噂になってんだ。もしかして喜び始めてる？あんまりいいことないって。温まりますよ。どうも。ありがとうなのです。四つの鍵か。なるほど、それもあってか。鍵のこと何かご存知だったりします？鍵は地、炎、海、闇の4つだと聞いたことがある。その鍵の場所とかも聞いたことあったり？ライトニングさん？いや、すまんな。鍵のありかについては私は聞いたことがない。それより私は聞いたことありますよ。え？地の鍵、それは魔光を輝く地に。海の鍵、それは海底深い神殿に。闇の鍵、それは朝の訪れない地に。おお、ちょっとだけ具体的な感じ。まさかそれは赤の予言の印象か？ええ、よくご存知ですね。何です？その印象というのは。予言の原書にしか存在しないと言われている隠された章だ。しかし原書が読めるのは。聞いたことがあるだけですよ。原書を読んだ方からね。バハムート軍の居城はさすがに知らないよね。知ってるわけないでしょ。そうですね、噂でよろしければ。嘘。あくまでも噂ですが、クリスタルの塔の先、神の道を越えたさらに先に御使いが住む神の城があると。御使い、つまりバハムート軍の王。おお、ならやっぱり4つの鍵を手に入れてクリスタルの塔を目指せばいいってことだよな。そうなるね。なんか安心したら眠くなってきちまった。はあ、もうラーンの眠気がうつったみたい。今日はここで寝ちまおうぜ、姉ちゃん。そうだね。おやすみなさい。おやすみ。なんだ。
の奴ら。迂闊だった。昨日の飲み物か。嘘。マジ。力が。抵抗は無駄だよ。おいおい、あまりレディにひどい扱いをするなよ。レディには優しく、これが私のモットーだからな。くだらん。なんだあいつ。まさかバハムート軍の。その大人の処理も私に任せてくれる約束では。処理って、一応私もレディですけど。そうだな。いや、大人とはいえ、もう少し大人になることだね。おい、ふざけやがって。ラフ。あまり手荒な真似はさせないでほしいな。おとなしくしててくれ。なんだよこれ。わからないよ。第14幕、失った力。姉ちゃん、大丈夫か？うん、ランも大丈夫？まあ、でも、なんだよこれ。ところで、ここどこ？あの、ここってどこなんですか？まあ、大人。大人が何をしてここに放り込まれたんだ？お？ここはフィガロ城の地下にある刑務所だよ。刑務所？マジで？刑務所とは名ばかりの処刑所みたいなもんだがな。ここから出るにはどうしたらいいんですか？気持ちはわかるが、今は諦めた方がいい。守衛こそいないが、意志を持った機械たちが逃げ出そうとする人間を飼っているんだ。生き残るだけでも精一杯さ。意志を持った機械？ミラージュとは違うの？俺に難しいことは分からんが、ミラージュとは違うようだな。昔城の地下にこの空間を見つけたフィガロ王が調査のためシンラに助けを求めた。その時シンラが持ち込んだ機械が突然意志を持ったように人を襲い始めたのさ。そしてここは放棄され、手に負えない犯罪者が放り込まれるようになったらしい。出かけるのか。なら気をつけるんだな。ああそうだ、ここで集めたものでよければ安く売ってやるよ。
なんだ、城が潜った音だな。そういえばあの城、何もないところから突然現れてた。最初にここを調査した時、大きく前進して地図を書き換える羽目になったなんて噂も聞いたな。なんとかならないのか？おい、タマ！タマも呼べないの？タマ！タマ！タマちゃん！マジかよ。これって？ミラージュ使いの力がなくなっちゃったの？いやいや、なわけ。ねえだ。どうする？どうするって。ゲートも同じ。いつまでもここにいるわけには行かないよね。あ、でもタマもいないし、死んじゃうかもよ。そんなわけ。ミラージュなしでどう戦うの？くそ、やるしかねえのか。まだこんなのダメだよ。サンダー、丘からの大人だな。ん、大丈夫なのか？ええ、大丈夫、ありがとう。俺も大丈夫、ほんと助かったよ。遅れてすまなかった。俺はスコールだ。まずは。なんだこれ、箱？それはある場所で発掘され研究開発されたアルトボックスというものだ。ミラージュ使いが使用するミラージュを手に入れ閉じ込めるものに似ている。あ、ガーデンチェムのこと？なるほど、あんたらはそう呼ぶんだろう。ああ、そのガーデンジェムと考えてくれればいい。ただしこれはミラージュではなく機械を封じ使うためのものだ。機械を？とにかく試してみろ。私たちにこれを？少し時間が欲しい。歩きながら話そう。
俺は反連邦組織ツインエースに参加しているシードという傭兵の一人だ。あんたたちのことはキスティスから聞いた。キスティス、高速艇をくれた。ああ、あの時のね。人だったのか。なんで私たちを助けてくれるんですか。あの滝のお詫びなわけないですよね。ん？悪いな。その滝のことは俺は知らない。この話はあんたたちをここに入れたエドガーから持ちかけられた。え？あいつから？なんで？あいつの国ともいえる砂漠の城に打ち込まれている鎖を。あれを断ち切るためにこの施設の地下に溜まっている魔鋼というエネルギーを復活させる。そのエネルギーを使えばあれを断ち切れるんですか。ああ、そのはずだ。あ、じゃあそう。あんたたちにこの作戦に参加してもらうためにここに送ったんだろうな。いや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 、もっと普通にしてくれよ。フィガロは連邦に無理やり組み込まれていて常時監視されている。それとエドガーはあいつらがなぜか一部の厄介な人間を生かさず殺さずに扱うことを知ってこういう手段を取ったらしい。あの金色仮面もそんなこと言ってた。目的地のゼロ番マコーロは厄介なミラージュの巣窟になってるんだよ。ああ、なるほど。それで。そうだ、奴らにミラージュ使いの力を封じられたのか。封じられたのかどうされたのかわからないんですけど、使えなくなってるの。あれ、もしかして俺たち期待外れな感じ。ミラージュ使いの力が使えないのだとしたら大いに期待外れだ。ギそのあとはそうだな、先に潜入している工作員、彼女ならその封印が解けるかもしれない。え、悪魔。どうってことないって。よかったあくまで可能性の話だな。さ、おしゃべりは終わりだ。先を急ぐぞ。